こんにちは、西岡明彦です。今日も福西崇史さんと試合をお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな試合になるか楽しみです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な4-5-1を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。フェリペ・アンデルソン、味方の位置を確認する。ここにいるのはネイマール。これは見事に奪いました。この選手がチームに来てから100試合出場の節目を迎えました。福西さん、これだけの試合数を積み重ねるのは簡単なことではありませんよね。ええ、今後もさらなる活躍を期待しましょう。ここでセルヒオ・ラモス、マルセロ、ムバッペ、スコールズ、ムバッペ、中を確認したい。ボールを回して味方の上がりを待ちます。ムバッペ、イブラヒモビッチ、ネイマールがファーポストにいます。コーナーキックです。ボールを入れた。このボールは相手にクリアされました。サイドからのチャンス。ネイマールからのいいクロス。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりお疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。これほど見事にシュートを決めたのですから、打った本人も大満足でしょうね。そうでしょうね。今日のハイライトに使われそうですよ。大事な時間と言われる立ち上がりの15分、うまく試合に入ることができませんでした。ムバッペ、ラファエル・バナーニ、ローター・マテウス、サネッティがさりげない存在感。いいカットです。ボールを奪いました。イブラヒモビッチ、ムバッペ、これは見事なパスカットです。このボールはセルヒオ・ラモスがクリア。ムバッペ、スルーパスが味方に通る。クリスティアーノ・ロナウド、ディフェンスが素早く対処しました。華麗なボールタッチ、とても鮮やかでした。ラファエル・バナーニ、マルセロ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ロドリゴ・ベンタンクール、セルヒオ・ラモスが絡みます。ズラタン・イブラヒモビッチ、ラファエル・バナーニ、ムバッペ、スコールズが抑えます。これはどうなりますか。これはまずいパスでした。相手に渡ります。ここはよくスペースが見えていました。キーパーがうまく飛び出した。パトリック・ビエラ、フランス代表でも勝つイブラヒモビッチ、さあ来た、出ました、ダビド・デヘアのスーパーセーブ。とてつもない身体能力ですね。セービングに関して右に出る者はいないんじゃないでしょうか。コーナーから中へ、このコーナーキックはキーパーが弾き返す。判定はフリーキックです。
セルヒオ・ラモスが絡みます。サネッティがさりげない存在感、実に鮮やかです。余裕がありますね。マルセロ、カンテ、マルセロ、さあ上げたい。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。セルヒオ・ラモスが一旦流れを切ります。フェリペ・アンデルソン、カウンターアタックに入るか。ロドリゴ・ベンタンクール、マテウスがボールを持った。入ってきたぞ。旗が上がっていますね。ノーゴールです。マルセロ、カンテ、イブラヒモビッチ、ボールを回してチャンスを伺います。これは見事に奪いました。ムバッペ、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。素晴らしいスルーパス。ムバッペ、中にクロスが入った。いいボールでしたが、ここはクリア。ネイマールにチャンス。このシュートは外れます。スコールズが抑えます。ムバッペ、ローター・マテウス。ローター・マテウスといえばヨーロッパ年間最優秀選手にも選ばれていますね。はい、力強いドリブル、豪快でありながらも精密なシュート、正確無比のミドルパスが印象的な素晴らしい選手でした。スコールズ、マルセロ、ロドリゴ・ベンタンクール。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイム。後半戦の開始です。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ムバッペ、さあマテウス、クリスティアーノ・ロナウド。面白いボールが出た。カンテ、エミリオ・ブトラゲーニョ。味方の選手が寄ってきました。エンゴロ・カンテ、ルーズボールになっています。前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。体を当てて取る、奪った。ロドリゴ・ベンタンクール、スコールズが抑えます。ポール・スコールズです。98-99 年シーズンのマンチェスター・ユナイテッドの3冠達成に中心選手の一人として活躍しました。ニューカッスルと戦った FA カップ決勝のゴールは見事でしたね。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、エミリオ・ブトラゲーニョ。これはいけません。あっさりとパスカット、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。サネッティがさりげない存在感、
このカットは大きい。しっかりと奪いました。ラファエル・バナーニ、マルセロ、スコールズが抑えます。じっくりと出しどころを探します。ローター・マテウス、ポール・スコールズ、ムバッペ、ロドリゴ・ベンタンクール、さあマテウス、ディフェンスの網、アンデルソン、ムバッペ、マルセロ、カンテ、イブラヒモビッチへ、イブラヒモビッチ、ネイマール、ロドリゴ・ベンタンクール、さあマテウス、フェリペ・アンデルソン、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。ムバッペ、クリスチアーノ・ロナウド、ムバッペ、スコールズがさりげない存在感、ムバッペ、マテウス、ここはクルトワが見事に止めました。あっとこれはいけません。ムバッペ、中にはクリスチアーノ・ロナウド、このボールはセルヒオ・ラモスがクリア。ムバッペ、イブラヒモビッチ、ひとまず前に出しました。ロドリゴ・ベンタンクール、ムバッペ、試合中素晴らしいスルーパス、勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。ネイマールが抑えます。イブラヒモビッチ、ボールを失いました。ムバッペ、苦しい試合になっていますがホームのサポーターは諦めていませんね。ブトラゲーニョ、枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。さあマテウス、ラファエル・バナーニ、ロドリゴ・ベンタンクール、さあサネッティ、さあマテウス、クリスチアーノ・ロナウド、決まった、同点です。同点、まだ、時間があります。次のゴールはあるのか。ウトラゲールがボールを持った。クリスティアーノ・ロナウド、ボールにはイブラヒモビッチ、ラファエル・バナーニ、エミリオ・ブトラゲーニョ、ロドリゴ・ベンタンクール、
ムバッペよく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ドリース・メルテンス、クリスティアーノ・ロナウド、カウンターアタックのチャンスです。ラインゴラインへ、スペースに見事なスルーパス。ディバラこのパスは読んでいました。クリスティアーノ・ロナウドのシュート、このパスはカットされました。試合は引き分けで終了です。引き分けで終了しましたが、ボール、
こんにちは。実況は私西岡明彦です。そして解説の福西崇史さんです。よろしくお願いします。今日も素晴らしい試合を期待しています。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。同じく攻撃的な4-5-1で来ました。ロドリゴ・ベンタンクール。さあマテウス、ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。ローター・マテウス、細かくパスをつないでいます。どこから攻めるでしょうか。相手のゴール前でパスを回します。クリスティアーノ・ロナウドへ。クリスティアーノ・ロナウドからのいいクロス、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。アラン、この選手は今日でチームでの出場数250試合目。まさにチームの原動力となってきました。福西さん、チームにとって非常に頼もしい選手ですね。ええ、今後も怪我にだけは気をつけて、どんどん出場記録を伸ばしてもらいたいです。クリスティアーノ・ロナウド、スコールズ、パスをこの位置で防ぎます。アラン、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ロドリゴ・ベンタンクール。ローター・マテウス、ムバッペ、ロドリゴ・ベンタンクール、アレックス・サンドロ・ロボシューバ、ディフェンスの選手がシュートブロック。ハビエル・サネティ、ロドリゴ・ベンタンクール、マテウスがボールを持った。フェリペ・アンデルソン、さあマテウス。ローター・マテウスといえばヨーロッパ年間最優秀選手にも選ばれていますね。はい、力強いドリブル、豪快でありながらも精密なシュート、正確無比のミドルパスが印象的な素晴らしい選手でした。ボールを入れた。ここはキーパーが止めました。ピンチを防ぎます。アラン、ドリース・メルテンス、クリスティアーノ・ロナウド、これはどうなりますか。圧力をかけられます。厳しい寄せを見せます。ムバッペ、さあマテウス、ゲームを作るパス、またまた通ります。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。マテウスがボールを持った。クロスを出せるか。クリスティアーノ・ロナウド、ディフェンスが奪い返します。クリバリ、カルバハリ、アレックス・サンドロ・ロボシューガ、ドリース・メルテンス、ラジャー・ナインゴラン、アラン。さあスタジアムのテンションが上がります。ドリース・メルテンス、アラン、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ロドリゴ・ベンタンクール、スコールズ、さあマテウス。ローター・マテウスは90年の FIFA ワールドカップでキャプテンを務め、ドイツを3度目の優勝に導きました。
ヨーロッパ年間最優秀選手にも選ばれましたね。レジェンドと呼ばれるにふさわしい選手でしょう。固いディフェンスに攻めあぐねています。相手を揺さぶりながらしっかりパスをつなぎます。クリスティアーノ・ロナウド、ドリース・メルテンス、実に鮮やかです。余裕がありますね。ベイル、コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。コーナーからエリア内へ、ボールを受けた。マークも厳しい。キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。この選手はあまり良くないようです。中心的な選手ですのでチームを引っ張らないといけません。あまりゴールの予感。クリスティアーノ・ロナウド、絶妙のスルーパス。キーパーこれをセーブした。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。スコールズがさりげない存在感。相手に勝ち越し点を挙げられてもおかしくない場面でしたがキーパーが見事なセーブを見せました。サレッティのプレー、クロスを狙ってきますか。このクロスはブロック。いいボールを入れてきましたがここはクリア。クリアしましたが相手に渡ってピンチが続きます。スコールズがさりげない存在感。マルセロ、ロドリゴ・ベンタンクール。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。後半のキックオフです。前半はやや膠着していました。互いにいいところが出せなかったようですね。ハーフタイムの修正に期待しましょう。ペリシッチ、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ロドリゴ・ベンタンクール、クリスティアーノ・ロナウド、ムバッペ、マルセロ、サイドからのチャンス。ボールがフリーになりました。カウンターアタックに入るか。カウンターを狙いましたがここはディフェンスが、ベイルへスルーパスが通る。メルテンス、ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。さあマテウス、サネッティが絡んでいきます。マテウスがボールを持った。ロドリゴ・ベンタンクール、ローター・マテウス、危険な位置です。緊張感が増してきます。ロドリゴ・ベンタンクール、ポール・スコールズ、ムバッペ、クロスを上げたい。ムバッペ、チャンスを狙っています。ドリース・メルテンス、クリバリ、アラン、ナインゴラン、メルテンスへ、クリスティアーノ・ロナウド、ペリシッチへ、ナインゴランにリターン。メルテンス、ディフェンス、これは PK です。
クリスチアーノ・ロナウド。のシュートは決まった。リバラボールに絡むと空気が変わります。クリスチャーノ・ロナウドです。パウロ・リバラ、マテウスがボールを持った。中を確認したい。フェリペ・アンデルソン、アレックス・サンドロ・ロボ・シューバ、ラジャー・ナインゴラン、イブラヒモビッチです。ここを起点にできるか。ボールはサイドの選手へ。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。メルテンスへ、よく前に出ました。キーパーがボールを拾い上げています。ナイングラン、これは見事に奪いました。1点ビハインドの終盤ですが、サポーターは諦めていません。必死に応援してチームを後押ししています。これはいけません。あっさりとパスカット。クリスティアーノ・ロナウド、大きくゴールから離れています。いいところでボールを取りました。マルセロ、ドリース・メルテンス、マルセロ、このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。シュートを打ってきた。ボールを抑え込みます。サイドから攻撃でしょうか。カルバハル、クリバリ、ラジャー・ナインゴラン、アラン、カルバハル、またパスが通りました。今日はうまくつなぐサッカーをしています。これだけパスを成功させていることからも分かりますが、技術のあるチームですね。クリバリ、カルバハル、アラン、カルバハル、イブラヒモビッチ、ナインゴラン、クリスチアーノ・ロナウド、ゴール、ゴール、ゴール。さらに追加点です。これはもう力の差が完全に出てしまったというところでしょう。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。ラジャー・ナイングラン、イブラヒモビッチ、クリスティアーノ・ロナウド、絶妙のスルーパス。ここはしっかりクリアされました。ゴールラインを割ってコーナーです。ボールはエリアへ。クリスティアーノ・ロナウド、ここは枠を捉えきれません。試合終了のホイッスルが吹かれました。
皆さんこんにちは。今日の試合の実況は西岡明彦、解説席には福西崇史さんをお迎えしてこの熱い一戦をお伝えしていきます。いい試合を期待しています。はい、まもなくキックオフです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。一般的な 4-3-3 ですね。ウイングにいる選手が攻撃を活性化させます。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。ムバッペ、スルーパスが味方に通る。クリスティアーノ・ロナウドへ。いやー、ギリギリ。でしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。フレッシュな選手の投入です。ムバッペ、カゼミーロ、ここはインターセプト。しっかり予測していました。フリーキックの判定です。カードは特に出ないようですね。ラファエル・バナーニ、スコールズ、ロドリゴ・ベンタンクール。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。ここで大きく前に出します。イブラヒモビッチの動きが柔らかい。ボールの動きが激しい。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。フェリペ・アンデルソン、スコールズがさりげない存在感。ポール・スコールズです。98-99 年シーズンのマンチェスター・ユナイテッドの3冠達成に中心選手の一人として活躍しました。ニューカッスルと戦った FA カップ決勝のゴールは見事でしたね。アンデルソン・タリスカ、視線が中にいった。さあ出すか。素早くボールを返した。サイドへ展開します。サイドから勝負に行くか。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。ムバッペ、クリスティアーノ・ロナウドでピッチに緊張が走ります。スコールズが抑えます。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。はたいて渡すこともできます。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。ムバッペ、ロドリゴ・ベンタンクール、クリスティアーノ・ロナウド、マルセロ、ロドリゴ・ベンタンクール、ポール・スコールズ。ポール・スコールズは10代でマンチェスター・ユナイテッドと契約し、公式戦には650試合以上に出場しています。デビュー当時はストライカーとしての活躍が目立ったようですね。95-96 年シーズンは14得点を挙げ、クラブの2冠に貢献しています。マフレズへ、ネイマールへ渡る。落ち着いています。フェリペ・アンデルソン、サレッティ、マルセロ、ロドリゴ・ベンタンクール、マテウスがボールを持った。ラファエル・バナーニ、
ローター・マテウス。サイドからのチャンス。パス、さらにパス。ショートパスをつなぎ、相手ゴールへの道を探っています。サイドチェンジしました。さあ、マテウス。ここにはセルヒオ・ラモスがいました。ボールはサイドの選手へ。スコールズ。ポール・スコールズです。 98-99 年シーズンのマンチェスター・ユナイテッドの3冠達成に中心選手の一人として活躍しました。ニューカッスルと戦った FA カップ決勝のゴールは見事でしたね。ムバッペ、クリスティアーノ・ロナウド、フェリペ・アンデルソン、ローター・マテウス、サネッティが絡んでいきます。ここから先の出しどころに苦労している様子です。外から中へ、ボールが足につきません。ルーズボールだ。さあ、サネッティ、ラファエル・バナーニ、ロドリゴ・ベンタンクール、スコールズが抑えます。サネッティのプレー、キーパーがクロスをパンチング。サイドから中央を見る。コーナーキックになったようですね。ゴール前に入れた。中央へのボールはクリアされました。さあ、リードできるか。クロスバーに当たった。ゴールならず。ボールはキーパーの手の中へ。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。さて、福西、後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。マルセロ、ロドリゴ・ベンタンクール、クリスティアーノ・ロナウド。さあ、サネッティ、パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ロドリゴ・ベンタンクール。さあ、上げたい。マルセロ、スコールズ、マルセロ、ここはしっかりクリアされました。相手陣内に押し込んでのスローインになります。フェリペ・アンデルソン、中にはクリスティアーノ・ロナウド。このボールは相手にクリアされました。アンデルソン・タリスカ、マフレス、ムバッペ、アンデルソン・タリスカ、ディフェンスの対応が光ります。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ロドリゴ・ベンタンクール、フェリペ・アンデルソン、ムバッペ、ボールを運びゴールに襲いかかります。このファールにはフリーキックが与えられます。
さあマテウス、ここでセルヒオラモス、ハビエル・サネティうまく読んだインターセプト、イブラヒモビッチへ、さあ来た、試合中盤ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。エリアの外からでもこの脅威、思い切り打ったシュートがゴール左に突き刺さりました。これはいい武器ですね。ここから試合が慌ただしくなってまいります。ドドリゴ・ベンタンクール、サイドチェンジ、ディバラ、マテウスがボールを持った、フェリペ・アンデルソン、これはファールですね。フリーキックが与えられます。アンデルソン・タリスカ、カゼミーロ、ボールを失いました。さあマテウス、クリスティアーノ・ロナウド、イブラヒモビッチ、ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。イブラヒモビッチ、決まるか、止める、止めます。ここはコーナーキック、決まればリードがさらに広がります。ネイマールのコーナー、前に押し出します。イブラヒモビッチ、シュートだ、ディフェンスの選手が止めた。シュートは外れていきました。追加点なりません。決めておきたかった場面ですね。フェリペ・アンデルソン、さあマテウス、強く低いクロスが入った、ボールを奪い返しました。カイル・ウォーカー、相手のゴール前でパスを回します。ネイマールにチャンス、ひとまず危険なエリアからクリア、得点につながってもおかしくなかったですね。ディバラ、ロドリゴ・ベンタンクール、セルヒオ・ラモス、攻撃参加に来ましたか、マルセロ、ラファエル・バナーニ、さあサネッティ、フェリペ・アンデルソン、サネッティが絡んでいきます。ゴールキックとなりました。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を、ネイマール、さあスタジアムのテンションが上がります。とどめの一撃か、ゴール、試合終盤でさらに優位に立ちます。いい時間にゴールを奪いましたね。さすがにこれで勝負は決まりでしょうね。シュートはクロスバーに当たりましたが、跳ね返ったボールはゴールに入りました。文句なしのゴールですね。運も重要な要素です。ロドリゴ・ベンタンクール、ムバッペ、ディバラ、ムバッペ、クリスティアーノ・ロナウドへクロスが、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ムバッペ、サネッティが絡んでいきます。
マテウスがボールを持った。ロドリゴ・ベンタンクール、ラファエル・バナーニ、ムバッペ、ここでセルヒオ・ラモス、判定はフリーキックです。カイル・ウォーカー、これは見事に奪いました。パウロ・ディバラ、ロドリゴ・ベンタンクール、マテウスがボールを持った。アンデルソン、パスをつないできま、タイムアップ、ゲーム終了です。福西さん、